はい、本当に、愛されているかどうかを、確かめるためのたった一つの方法と、いうことで今日はご紹介をしていきたいと思います。僕への個別具体的な相談事については、僕の個別セッション、個別コンサルティングの方にね、お申し込みください。また、こちらの動画のねチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。さて、本当にね大切な人、本当にねこう身近で、ずっと一緒にいたいなと思う人、そういうふうにねあなたが思う人から本当に愛されているかどうか、これがね時々不安になってしまうことってあったりするじゃないですか。あれ私って本当に愛されてるかな、あれこの人本当に私のこと見てくれてる、そんなふうにね、不安になったり、心配になったり、時にはね、ちょっとした、行き違いやすれ違いによって、疑心暗鬼になってしまうこともあるかもしれません。そんな時にね、この人が本当に私を愛してくれているのかどうか、そんなことをね確認するためのたった一つの方法というのがあるんです。逆に言うと、あの人があなたをね、見た時にあなたがあの人を本当に愛しているかどうかというところもね、逆の視点で見るならば同じです。あなたがそのようにしていれば本当にあの人を愛しているんでしょうし、あなたがあの人からそういうふうにされているならば本当に愛されている。逆にねそれがないんであれば愛されているかどうかちょっと疑問に思った方がいいかもしれません。じゃあその見極める方法というのは一体何かというと、たった一つ、これ、ね、実に簡単なことなんです。ブログの方ではね、過去に何度か同じようなテーマ取り上げさせてもらっているので、ひょっとしたらねご存知の方もいるかもしれません。あなたが愛されているかどうか、あなたがあの人を本当に愛しているかどうか、それをね見極めるたった一つの基準、その方法とは、あなたがね傷つけられるようなことをされているかどうかなんです。あなたが傷つけられるようなことをされているならば、ちょっと悪いけどね愛されてないかもしれませんね。あなたが傷つけられる、あなたが傷つくようなことですね、あなたが傷つくようなことをあの人があなたにしているにもかかわらず、口ではね愛してるよお前だけだよなんていうふうに言ってるのは、それは嘘です。嘘は言い過ぎかもしれませんけどね、言うほど愛していないんでしょうね。逆にあなたがね、あの人が傷つくようなことをしているにもかかわらず、私はあなたのことを愛しているよ、あなたのこと好きだよなんて言ってるのはね、これは嘘ですね。あなたが嘘つきだということになる。当たり前ですよね。だってあなたが本当に愛している人のことを傷つけるようなことはする方はしないでしょ。逆にあなたがね本当にあの人に愛されているのならば、傷つけられるようなことはされないんです。傷つくようなことはねされない。もちろんね人と人との関係だから、誤解やすれ違い、ちょっとしたことでによるね、いざこざというのはあるでしょう。その中でね、傷ついてしまったり悲しい思いをすることも、これは避けられないんですよ。これは人と人だから当たり前の話なんです。ゼロにすることはできない。しかし本当に愛しているならばね、それを乗り越えて、じゃあそのね傷つくようなことがあった、一時的にね不安や心配に思うようなことがあった、でもそれをリカバリーするような何かを必ずするわけじゃないですか。疑念に思われること、また不安に思われるようなことがあなたにあったと、あなたがね疑問に、疑念に思ったりとか、不安に思ったりすることがあったとしても、お相手はねちゃんとそれを説明してくれますよ。そして一時的にね、何かそれで本当にあなたが傷ついてしまったとしても、それをちゃんとねこうリカバリーというかねフォローしてくれるはずなんです。そういったこともなしにね、やれ、暴言の類とかね、それこそ最悪ですけどね、暴力とかね、お金の貸し借りもそうだし、いわゆる浮気や不倫の問題もそうなんです。本当にね、愛してくれているならばね、そういうことしないはずなんです。もし、例えばね浮気や不倫の話もね、それはなんていうのかな、また誤解のあるような言い方かもしれませんけどね、仮にやっていたとしてもね、もし本当に愛しているならば、その形跡、その気配っていうのは一切、見せないはずじゃないですか。私たちはね、
何か見返りを求めて誰かに何かをすること、これは愛とはなかなか言い難いですよね。で、本当に愛しているならばその人のことを一番大事に考えられるはずなんです。ましてや本当に愛しているならばその人が傷ついたりその人が、ね、悲しい思いをすることを望むかったら望まないですよ。それはね、まあ物に例えるとあんまり適切じゃないのかもしれませんけど、じゃああなたが本当にね大切にしているもの、それは何でしょうね、まあ何でもいいですよ。過去の思い出の品でもね、まあなんかねこうアイドルの、グッズでも何でもいいんだけども、それを傷つけられたら許せます？それは許せないですよね。ましてや自分でそれを傷つけるようなことします？それはしないじゃないですか。同じなんです。もし本当に愛しているならばね、傷つけ、あなたを傷つけるようなことはしないし、あなたは傷つけられるようなことはねされない。そしてあなた自身もあの人が傷つくようなことはしないはずなんです。だからそこをねちゃんと見極めて本当にね、愛されているんだということを実感できるならば、その人に身と心をねいられてあげればいいんです。あとは信じて手放してあげればいいんです。一時的にね、まあ不安に思うことや心配に思うことがあったとしても、ちゃんとね、その愛してくれることを行動や態度でねお示ししてくれているのであるならば、それは信じて、手放せばいいじゃないですか。逆にね、逆にですよ、明らかに傷つけられていることが分かっているね、いわゆる、まあ、暴言暴力の類に、まあ、会っていてね、でも口ではいやいやお前のことを愛してるんだよ、お前が一番大事だよなんてね言ってくれてるから、彼は全然私のことはね、暴力とは古いけど愛してくれているのなんていうのはね、それはね目を覚ました方がいいですね。それは愛されていないから、まあ、それをねこう愛してくれているというふうに言われてるからというふうにまあ言ってなんとなくね、まあ、現実から目をそらしたい気持ちもわからなくはないんですけどね。でもそれやってたところでね、貴重な、本当に貴重な大事な大事な、時間というやつはね無駄になるだけだし、心はもっともっと疲弊していってますますね、まあ、あなた自身が、まあ、なんていうのかな、こうセルフイメージが下がるというかね、まあ、自己肯定感というのは下がっていってね、苦しくなっていくだけなんです。もちろん今ね、なんとなく私これ愛されていないかなと思いながらね、それを手放すのはちょっとしんどいなっていうふうに思うかもしれない。まあ愛されていないんだけど一緒にいてくれるからね、寂しさ紛れるし、まあ一応ね態度では全くそのこと示されていないんだけども口では愛してくれてると言われてるから、まあ少なくとも気分がいいからね、まあ一緒にいるといいかなみたいなね、そのところにね執着してたけど本当時間の無駄よこれ本当。だったらそれはねとっとと切って手放すべきことです。あなたにとってもそうだし、まあ、あの人にとってもね、いつも言うようにお互い幸せにならないからそんなのはね、まあ個別具体的にはねいろんなご事情があるんでしょうけど、まあ、それこそね傷つけられることが好きっていう人もたまにいますからね、傷つけることが好きっていう人もいるかもしれませんし、まあその辺ね、まあ、趣味嗜好の問題で一緒にいる分には構わないんだけども、心の奥底ではそれを望んでいるわけではなくて、本当はね傷つけられたりするんじゃなくて本当はもっと大事にしてほしい、大事にされたい、そう思いながら一緒にいるんだったらその関係はね、早いうちに手放した方がいいんじゃないでしょうか。あなたがあの人との関係の中でね、私が本当に愛されているかどうか、そんな風に、まあ、不安に思う心配に思うことがあるならば、改めてね彼との関係の中で、彼というかね、あの人との関係の中であの人の言動振る舞い、そういうところをね、よく思い起こしてみるといいんです。あなたが傷つくようなことをあの人がしているならばあなたは愛されていないから、逆にあなたがね傷つくようなことを全くされていない、あなたは本当に大切にされている。仮に傷つくことがあったとしてもね、それをリカバリーするようなフォローをねちゃんとしてくれている、だったらあなたは愛されていますよ。その人を信じて委ねて手放せばいい。そんな基準でね、考えてみると、まあ、不安や心配がねゼロになることはないんでしょうけども、もうちょっとねこう軽い気持ちで、まあ、穏やかな心でですね、あの人と向き合うことができるのではないでしょうか。